この大会の覇者が名乗れる名声真実のナンバーワンドルチェシャンパングランプリ2022がついに決着。大会期間中に規定のシャンパンを1本でも多く入れたものを優勝とするボトル売上本数決定戦イベント。優勝商品は個人部門店舗部門ともに100万円。真実のナンバーワンの座を手にするホスト店舗は果たして、今年のシャンパングランプリ例年以上に盛り上げることができました。これも、皆様のおかげだと思います。未来もって楽しく、しっかり戦っていきましょう。は、グループダンディのマリモです。南で1番を取るためにはこのグランプリで1番を取ることだというふうなことを聞きまして、この、会場に来させていただきました。今年はですね、僕らもぜひ参加してここで、グランプリを取る、それを目標に頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ずっとその2ヶ月間シャンパングランプリっていうイベントがあって、そこに1位に向けてちょっとね、いろいろ動いてたっていうのはあるので、その今日っていうのが喜びに変わるのか、その悔しさに変わるのかっていう本当に発表やとは思って、すごいワクワクしています。2ヶ月間で、去年よりかは、刺激ある2ヶ月だったんですけど、まだまだできたなっていう方が強くて、今年は圧倒的ナンバーワン取りに行こうかなって思ってます。今日表彰式なんで、あんま緊張はしてないんですけど、楽しみにしています。2ヶ月間頑張ったんですけど、どうなるか分かりません。楽しい2ヶ月間でした。ありがとうございました。ドルチェシャンパングランプリ2022店舗ランキング第5位に973ポイント、ワンブルーシンデレラ。第4位は1176ポイント、ピープーゲーゼン。第3位は歴代最高のポイントで優勝させていただき、本当にありがとうございます。僕らは正直12月と、ドーム店舗も意識してなかったし、この2ヶ月間通して僕たちの店は、ドルチェ以外のシャンパンが1本も置いてなくて、全てのヒデ様と僕たちキャストが全員一つの目標に、向かった結果がここかなと思ってます。同じ条件で戦った中で僕たちが間違いなく1番やったし、12月とも店より1億7400万達成して関西一ではないかなって思ってます。2022年度はピースグループのザ・ワンがナンバーワンでした。ありがとうございます。間違いなく姫様のおかげもちろんなんですけど、一つの目標に対して店舗全体がその目標に対して迎えた結果がこれかと思ってます。南一、西日本一、圧倒的日本一も狙っていくんで、来年からもまた僕らに期待してください。ありがとうございます。確かに。ほんであと2年連続1番やった理由は僕らが本物やからです。個人部門ランキングになります。第1位、ありがとうございます。SBL としてね、エンド僕出場して自分はさすがにやべえはずいって今思ってるんですけど、結果が全てなんで、もうちょっと精進して無理やせなあかんなと、ちょっとこれ見て思いました。僕はね、自分の SBL って会社に誇りを持ってボスしてて、僕らの会社は去年、1億円プレイヤー6人も出たし、僕は SBL が関西で一番流行ってるホストグループだと思ってるんで、来年はね、もっとね、自分の順位を上げて、我らの会社が最高の会社っていうのを、大阪で働いてるホスト、
皆さんにアピールできたらいいなと思います。今回は10番で申し訳ない、ありがとうございました。第9位は319ポイント、僕ちょっとSPL のディアゾウサカさんと一度レン君にちょっと喧嘩を売らせてもらって、そのおかげで結構みんな楽しめたと思うんですけど、今日ちょっと仲直りできたんで、仲直りじゃないですか仲良くなれたからこそ、絶対に負けないということで、2023年も、ピースグループが、西日本一だっていうことを、証明します。ありがとうございます。第8位は聞いた結果でちょっと不安になり、スラムダウンっていう、テンポがナンバーワンな上で、僕が一番取るっていうのは絶対必要条件やった中でね、まだまだ自分の中で反省することが多かったこの今回の大会やったなって思ってます。今年の10月ベース3回目なんですけど、必ずナンバーツーにダブルスコアをつけて一番僕取ります。ありがとうございます。第7位は427ポイント、出し切った方かなって思ってるんですけど、中途半端な戦いなんで、今年は絶対にもっとトップ取れるように全力でやっていきます。ありがとうございます。第6位は431ポイント、コレクション、セパノレーキョーチュー。僕2021年参加させていただいて、来年は個人もテンポも上にやれるように努力しますって言って、結果テンポでは2位で、個人では6位ということで、まあ有言実行はできたんですけど、2023年もナンバーワン目指して頑張っていきます。ありがとうございます。残り5名、真のナンバーワンホストは次週明かされる。